石油の放出を主導したアメリカのバイデン大統領は。ガソリン価格高騰への不満を受けて、対応を急いでいます。ワシントンから中継です。石油放出の発表後も、原油価格は値上がりしました。それを受け、バイデン大統領は、必ずガソリン価格は下がるはずだと訴えました。 バイデン大統領は日本や中国、インドといったエネルギー大国を巻き込んだことで高い効果が得られると自信を示していますその一方でバイデン大統領の支持率は40%近くにまで落ち込んでいます有権者の4割が ガソリン価格の高騰の責任がホワイトハウスにあるとするデータもあります。先日のバージニア州知事選挙では、民主党の地盤でありながら、物価の高騰に不満を抱く無党派層が離れ、民主党候補が敗北しました。来年の中間選挙に向けてバイデン大統領は危機感を強めていまして、今後もあらゆる手段を使ってガソリンや物価の引き下げを狙うとしています。